どうもどうも。ミルアカイのウェバーでございます。ノーミルクサトでございます。今日は何を教えてくれるんでしょうか？こちらです。飛んでた。た どうやら町田にシュミットダニエルが来るようです。あそうみたいですね。びっくりしました。これ聞いて。ね<ー>はい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 。まあ、ということで、まあ、さに皆さん、はいえー、週末にね熊本戦で3-0で勝った FC マチダゼルビアは来年、えー、の J1 昇格が決まりました。おめでとうございます。あ強かった。ね、まだ続いておりますけども、ね、ここからは優勝に向かっているということでしょう。そうですね。はい。ただまあ、さ本当に彼らが目標にしてるのは。はい。 J1 での優勝だったいやなななな、なるほど。ということで、来季は。 大型補強が待ち受けています。コ、はあ、シュミットさん以外にもってことなんでしょう。もちろんそういうことです。なんで<う>シュミットさん含めて、うんはい、高確率でこの人狙うでしょうっていう十一選手を今日ご紹介させていただきましてよろしくお願いします。それはめちゃめちゃ楽しみだし興味あります。はいわかりました。テレビ見る赤松やってました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでまずゼルビアの今年のメンバー見ていただこうと思いますけど、まあ今年って言い方ちょっと難しいんだけどこちらでございますと。はい、えー。 町田の今のまあメインフォーメーションかつ、ま、こんな感じのメンバーだよねってとこで持ってきましたと。はいはいはい。あの、今年のメンバーってちょっと言いづらいのがね、まさ、あの、前半戦出てた方々結構いろんなチーム行っちゃったんですよね。夏の遺跡市場で入れ替えが発生してというか。その度ごとにフォーメーションも変えるもんだから、上見てほしいんですけど、はい、あの、スタートのフォーメーションだけでこれだけ使いました。442、4231、3142、3421、3511、4312。 細かくやってこられたんですね。そうなんですよね。ああああメンバーも変われば長期離脱さんも出てきたり、夏の意識市場でたくさん取ったり、あと代表選手がこのチームでは平川藤尾デュークと3人いたりしますので。はい,は,いはい。はい。はい。それでいろいろこう、とっかひかいろいろどうにかしてやってきたっていうチームでもあったりしました、うん、あと。うんうんうん すごいのが大体一つのチームって、まあね、あのー、3、40人抱えてても大体出るの15人から20人ぐらいだったりするところも多いんですけど、町田30人出てるんですね、なるほど。うん、はいで。しかもね、結構日替わり MVP な感じで出てる選手も多かったから、かいろいろマネジメントも気遣って細かく微調整、競争を促してとか、と、ね、いうのの成果なんですね、この構成図。青森山田時代のうまくこうやってきましたね、結果をね。なるほど。はい。 まあっていう町田なんですけど、うん、まあスポットで話した通り、ゼレビアとサイバーエージェントの基準としては、J1 昇格、J2 優勝じゃなくて、j 1で優勝してアジアで戦うからねってことはもう随分前から言ってるところなんですよ、ねうん。なるほど。なるほど。うん、その先のね、クラブワールドカップも始まるわけでしょ、新しい。 そうなんですよ。そこ見越してくるでしょう。は,あは,あはいで。なんかどうやらやっぱり、今回ほら、J2 今、首位は FC、ツ田、ゼルビア、カッコ、サイバーエージェントが親会社。はい。そして J1 の現在、首位は、ヴィッセル、神戸、親会社が楽天ということで、うんうん、ついにあの IT 企業、親会社組が派遣を取り出したっていうところがありますああ、そうですね。はい。それで考えたときに、ちょっとなんか三木谷さんともやっぱり藤田さん、ちょっとなんかお話はいろいろされてるようで、うん 神戸のメンバー見てみると、うん、ちょっとさこの黄色で書いた皆さんですけども、ね、マ、ま、ン、あ、さんやっぱ元代表組とかそういう方々は結構取ってこられたわけじゃないですかう聞けばやっぱり今、佐々木選手とか結構、井手選手とか、うん、結果残してる選手たちいますけど。うんうん やっぱりこう、大迫選手や山口選手、はい、あと武藤選手とかの、本当、はい、ほ練習の時から、本当一歩一歩とか、もう30センチ、20センチみたいなのももっと細かいんですって。ああ、なるほどね。こういうボールが来た時は、うん、そうそうそう、うん、ここだぞみたいな。それ知って、なんか今伸びてるらしいんですよ。ああ、なるほど、ね。ってことは、え。 おそらくゼルビアもそういうところをやってくるんじゃないかなと思うので、うん、元代表の人たち。元代表って言ったって、元気感バリバリですもんね、うん、だってね。そうなんですよね。そのラインを狙ってる。てでも神戸が持ってるわけですよ。今そうなんそのラインってだからこそそ、こからさらにね、来季 J1 優勝争いを行うために、うん、町田が総力を挙げて交渉するのは11にいますので、皆さん。 聞ってことで、一人目はまずこの人からいきましょう。まずね、こんな感じで今日出してくからねって意味なんですけど、シュミット選手ですよ。なるほどね。皮切りにということでね、今契約が。そうです宙に浮いてるような。ね。 なんで、はい、まあ今は、ね、シント・トロイデン、そういう感じになってるからこそ、何だったらもう、移籍、ヨーロッパの中でこう買い取り手がすぐ上がらないっていうんであれば、もうすごい年俸をしお支払いするから、もう来てくんないかってことになるんじゃないかなと、うん、もちろん試合には出ることはできないけれども、練習参加だったらできるわけなので、シント・トロイデンからも、そう,いうともそういう話して、多分11月、12月中から町田来ちゃうってこともあるかもしれないよとなるほど。 はい。思っいていただいてもいいんじゃないかと思います。はい。ってことで、ここから残り10人出てきますので、まさせていただきましょええ、だめっちゃ楽しみですけどね。はい。今日、ポジ、大体ポジション中で出てくるんで、次はディフェンダーいはい、はい、はい。ってことで、2人目この人。はい。ドン、小林幸。わー、なるほど。はい。うん。まず、あの、小林選手って、まあ、神戸からね、あの、ポステコーグルー体制のセルティックに向かったって選手なんですけどはい、はい、はい。 実は実はあの、今週開幕の段階でお怪我とかしちゃって、今ね、7番手の扱いなんですよ、チームで。ああ、そうですか、CB の。そう、本当はこの開幕の段階でレンタルどっかに出す予定でもあったんですって、セルティック。そうなんですか。そしたら怪我しちゃったから出せなくなったんですなるほど。だから冬の遺跡市場で出すことは確定。うん。怪我がない限りは。うん。っていう時に、実は小林くんって、一回レンタルでゼルビア来てるんですよね。ああ、そうでしたか。神戸時代に。そうなんです。あああ、あ っていうのもあって、テルビア知ってる人でもあるし、ありえるんじゃないかな状況から見ても、白羽根は話はいくんじゃないかという、そうですね、リアルにありますね、やっぱ世代別代表でもずっと忠告をなした人物でもありますし、でけえ左利きの、デュエルの強いパス出しもできる選手でありますから、研究も強いですし、シュミット選手同意をここからさらに返り咲きっていう形で代表へみたいな感じになっていくと、面白なるほど、なるほど、はいはいはい。 だからこそ、三人目行きます。俺、こういう流れが本当にあるんだったら、この人マジリアる。はい、菊池隆法。おおおまあ、神戸のセンターバックですけど、はい,はいはいはい。思えばもともと青森山田出身です、ね。なるほどね。そういうパイプ。 ね、なるほど。はいはいはい、はい。で、まず知ってます菊池涼王選手、もともとサイドハーフだって知ってます実はあ。そう、イメージないです。ね。だけど、はい、その頃からなんか、フィリングが得意だなってことに気づいて、うん、で、なそこからなんとなくセルフブランディングしてって、<あ> D チームから H チームへと駆け上がっていったっ時代ですか。なるほどね。そうなんですね。は,ーはーじゃあ、恩師感がすごいあるんだおかげでプロになりました、感が。あるでしょう、ね。えちなみにこの菊池、そして前に出てきた小林。うん 2021、2022年あたりは神戸でタッグ組んでましたね、2人でターバックやってましたね。連連携もいいってことですよね、そ,したらそういうことでございます。あとちょっとこういうことは、あくまで起こうりうるよって話なんですけど、はい、まずほら、今年菊池選手ってあの、うん、ほら、序盤であの大怪我しちゃって、やっと最近、練習場に戻ってきたんですうううんうん、うん でもだから今シーズン正直ほぼ出れない感じになっちゃうじゃないですか。そうなった選手は一回レンタルでこうリハビリがてらって言い方,は言い方悪いけど、うん、そういうことで結構いろんなチームではあるんですよね。そうそうですかで、ほら神戸もその間に他のディフェンダーとかも取ったなんていうケースもありましたから、まあ競争も改めて待ってるってところがあるので、そこにこう感激を乗ってじゃあ菊池君打ちこないかいみたいな話はあり得るか、ね、もしれない。はい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 。うん、ね。<laughs> マイクガチャガチャってなったね、今ね。ごめんなさいね。なりました、なりますね。はい。ということで、エブセミット小林菊池ときましたか。はい。ということで、続いて4人目見ていただきましょう。はい。4人目はこの人ですね。うん。藤原雄大統領。おはい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 。要は今もいますけど、はい。まあ、完全移籍で獲得するんじゃないって話で、ここはちょっと入れておきまなるほどね。なるほどね。うん。 あのやっぱ藤原君、もともと去年とかもあの相模原に1年半、浦和からレンタルで行ってたってところがありましたが、はい、なかな,か,なんかどうしたらいいのかって本人でも思ってたんですって、これから自分がもっとこうレベルアップしていくためにはそんなところにまさかのこう黒田さんがプロの監督になるよっていうのがあったから、もう一回鍛えてもらおうってことで、町田に来ることをまあ本人も願ってきたってところがあったみたいで,なるほどでただ、そんなことのレンタル続けてる間に。 なんだか浦和の母体の方でショルツが来た、ホイブラーテンが来たっていうことで、うん、岩波だ、いねえー、犬飼いだって実力者たちですら浦和のセンターバックで出られないっなってきてるので、うん、はいはいはい。自腹君としてはちょっと、これは町田でっていうのは結構思うところかもしれないなと。うん、J1 ならなおさらですよね。 そういうことですね。なんで、ここは結構完全買い取りみたいな感じに町田側でなるんじゃないかなと思っております。なるほど。はいはい。ってことで、今度はセンターバック組でございました。はい。そして、5人目。うん。まだこの人もいたね。はい。室谷セイ。あ。みんな青森山田組ですか青森山田ですね、彼はね。あの、ハノーファー、ドイツの2部のチームにいますけど。はい、元代表ですしね。 そうなんです、はいえー。彼もですね、そのハノーファーでも2025年まで契約を延長済みではあるんですけど、なんかね、最近ね、レギュラーではないんですよ。はい。なんか途中から出場してくる、あの代表でいう、なんか橋岡選手の使い方みたいな感じでされてるところちょっと強くて、出場時間ちょっと減ってるなーってところがあるんですよ。はい。 で、まあ、ゼルビアも確かに今右サイドバックっていうのが、まあ、あとウィングバックも結構強力な選手がたくさんいるんで、補強ポイントでは確かにないかもしれないんだけど、あの、鈴木純也選手は3バックの右なんかもできるし、奥山選手とか左もできるし、あと、ウィングバックに行ったらバスケスバイロン選手はやっぱウィングとかもできますから、うん,う,んうん。なると、その選手たちを他のポジションにコンバートというか元に戻せば、まあ、ムレア選手を獲得して右をより強力化させる、なんていう考え方も、 できるかも。豪華だな。<え>なるほど。この辺はちょっとそうですね。確かに信憑性があるかなと。終わる。なんかあるんじゃないかなと思いますけどね。そして続いて今度、真ん中、ど真ん中6人目でございます。はい、6人目、やっぱりこの人も入れておきたい。松井レンチ。今年、えー、川崎からね、えー、町谷レンタルで来てる選手になりますけど、はいどう やっぱりもともと松井君、町田に来て、なかなか川崎では出れてなかったんだけど、町田に来てから中盤に君臨すると、まあ、ボールダッシュしまくりっていうのがずっと続いてましたから、やっぱり来年のね、J1 町田っていうところでも必要となる選手なのかなというところは思いますと。ただ、彼に関してはまずちょっと問題なのは、本人も町田のほうがいいんじゃないと思ってそうな気もするんですけど、問題は川崎側の方だよなとちょっと思っちゃって。 松井くんってあの、インサイドハーフボランチアンカーサイドバックできるんですよ。すごいですよね。うん。はい、ほら、この収録我々10月23日月曜日にやってますけど、はい。直近のほら、金曜日に行われた福岡戦なんかは、うん、フォワードの瀬川選手が左サイドバックやって、控えに守備いなかったんですよね。そね今年川崎ずっとそれが続いちゃったじゃないですか、はい、正直。はい、はい。その中でまあ松井くん出したのは一つね、成長のためには良かったかもしれないけど、うん チームとしては、うわぁ、松出せ、出さないでいておけば、彼にディフェンスやってもらえたのに、とかっていうのも。じゃあ、川崎戻るでしょ。っていうのもあるんじゃないかと思うから、ちょっとここはいろんなお話し合いがあるんじゃないかな。これでも両チーム欲しい存在なら間違いないってことね。そうですね。はい,はいはい。町田に来たことによって彼の市場価値は上がったんじゃないかなとは僕は思います。なるほど。はいはいはい。そして7人目。はい。俺、彼があるんじゃないかと思ってまして、はい。 出口洋介おお福岡はい、はい、今は福岡の選手ですが、セル、はい、テ,ティックからレンタルできてるんですよね。なるほど、なるほど、そうなんですのもともと、これ、町田がどうって話だけじゃないんですけど、あの今までこう初昇格みたいなクラブもあったじゃないですか、真、ま、麻、あ、さん。まあ、今直前だったら、はい、直近だったら、数年前の長崎とかだったと思うけど。はい 初めて昇格したクラブとか、あと10年ぶりぐらいにこう昇格したクラブとかってなると、基本的にデータ上1年でそのカテゴリーまた落としてしまうっていうのがデータ上残っちゃってるんですよ。これは日本だけじゃなくて海外とかもそうなんですけど、はい、だから基本は、あの、えー、初昇格のクラブちょっとってので J1 のクラブからの移籍ってあんまりなかったりするんだけど、今回は在京クラブであり、しかも、 豊富な資金源があるチームでもあったりするじゃないですか。そうですね。この町田ゼルビアっての対バイがあると。そういう風になると、いろんな G1 の選手は狙えるんじゃないかなってところはあると思います。で、井出口君はこの福岡にいますけど、セルティックの人なので、交渉、はい、先はセルティックです。はいはいはい。ってなったら、さっきの、 小林くんと一緒に、うん、うちのチームで、こうね、面倒を見ますので、どうですかみたいな、そういういろんな交渉とかってのも。なるほど。 ができるんじゃない福岡としてはね、ノーミルクば、うん、ノーミルクばかやろうと思ってますけどね、今ね。<laughs> そうだね。本当申し訳ない。トボ,ーとボータンさんからしたら。いや、でもそうか。な,<う>なーこれはでも欲しい存在ですね。確かに。で、ゼルビアとしたら、そのね、あの、以前いた、それこそ佐野海舟選手もそうですし、うん、今だ先ほどの松井久もさんし、あと、宇野禅斗君とかもそうですけど、この、 力量激しく前まで行けるような中盤の選手というのは絶対必要な存在ですから、はい、ちょっと狙ってもおかしくはないんじゃないかなと思っております。なるほど。はい。はい。じゃあここから今度はアタッカー陣4人出てきます。うん、はい。いきましょう。8人目こちらです。はい。ソン・えさかあたる。うわ韓国でやってますね。 そうですね。なるほど。はいはいはい。あの、マーチダは序盤で話した通り、G1 優勝並びにアジアでの戦いってことを今後見据えているので、アジアを知ってる人を呼び寄せるは大事でしょうということになるかなと思います。で、今は ACL 戦ってるんで、もちろん彼の所属するウルサン現代が、決勝トーナメントに残るっていうふうになると、まあ取れないんじゃないかと思いますけど、 まずは皆さん覚えてますかって話で、はいえー、去年もあのウルサンと、あと川崎ととジョホール・ダルル・タグジムってね、うん、シンガポールだったけ、ね、のチームが一緒のグループに入って、はい、結局そのジョホールが決勝トーナメントに行って、うん、ウルサンと川崎グループで敗れちゃったんですよね、<ー>はね。はい,はいはいはい。っていうこととかも今の現行のルールだと起こりかねないので、うん、もしウルサンが2年連続グループ敗退とかっていうふうになりそうなのであれば、うん ということ今後の先のプロジェクトのところに江坂君加わってくれないかいみたいなテレビアとしての投資はうんなるほどなんて思いますリアルだなはいはいはい、はい、そしてじゃあ彼じゃなければじゃあ残り日本人の日本でやってる方々だったらどんな人間のかってところを見ていただきましょう今度こちらでございますド、はい、ン なんかねまずあの、まず荒木君がどうかの参りなんですけど、もともと相馬監督が町田を7年ぐらい合計で率いてたんですよね、駒直樹さんはね。ほはい、はい、他にもら平戸大輝、小田逸輝、まあ、佐野海舟などなど、なんか鹿島と町田って結構なんか出入り多いんですよ、うん、他のチームに比べても。うん確かに だからなんかこういうことあったときには鹿島の選手一人来てもおかしくはないんじゃないかなと思ってます、うん、まず。でなったときに、ちょっと次、問題になっていくるのは、今度鹿島の話で、岩政さんがちょっと新しい鹿島をってことずっとおっしゃられてるじゃないですか、その中にちょっとなかなか、ね、荒木選手がはまってないんじゃないかっていう瞬間も結構あったりはしたので、はい、来季示,示す方向性次第では。 カシマの中での一番手になるううケースもあると思うし、そうでね、逆に全くそれこそ五番手、六番手になっちゃうケースもあると思うんですよ。うん、だそっちの五番手、六番手系になった時であれば、それこそ町田狙いに行くっていうのも一つ手なんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ったりしますよと。なんか町田こう、荒木選手のこうトップ下系の選手を置く時には、彼にこうデュエルでガンガン行かせるんじゃなくて、あのコースを防がせるっていうなんかタイプのことやってたりするんですね。うん、はいはいはい。 いや、荒木選手、確かにデュエルの数値あんまりこう強くは残してないんですけど、そのこう、ここのコースはちゃんと防ぐぞみたいな動きはちゃんと秀逸にやれる選手でもありますから、なるほどむしろ町田の方に合ってるかもしれないなっていうところをちょっと入れさせてああ、プレイスタイル的にってこともね、あるわけですね。そうですね。るあるんじゃないかなというところですね。おーおー荒木さんはね、毎試合見たい選手でもありますからね、これ。そうなのよね。<ー>っていうところもあるかなと,と。なるほど。はい。そして、えー、次は10人目はこの方と。はい。 まあここは言っておきま藤手放せないんじゃないですかやっぱり手放せないよね、えーえー、でもまずやっぱちょっと気になることとしてさ、はい、あの夏にあの加藤睦月選手がセレッソからサンクレッチ広島に行ったなんていうケースあったんですかで結局セレッソどうすんのかなと思ったら町田にレンタルで出してる藤尾選手を強行突破で呼び戻すのではなく、うん 藤枝にいた渡辺良選手を獲得した流れ,流れがあったので。ああはい、でね。はいはい。ってことは藤尾選手、今からまたセレッソ戻るってなると、うん、レオ・セアラいるわ、うん、渡辺良いるわってので、はい、一番って獲得できるか、ちょっとセレッソだとまだ分からない状況なのね。っねなるんだったら、町だかとしても完全遺跡では取れないかもしれないけど、まだ。うんうん レンタルでもう一年うちでいてくれないかっていうふうになるのはあり得るんじゃないかな,な,なはい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 。うん、あとなんかもともとね、徳島とかに藤尾くんいましたけど、レンタルね。うん、その時も。その時ザ・ストライカーとかポストプレイとかできてた選手なんですが、はい、なんか最近あの、ボールめちゃくちゃ奪える人に変貌したんですよね。<ー>なんかタイプで言うんだったら大迫優也になってくのかなって思ったら、あの、この間のカナダ戦の浅野拓馬みたいな感じになってたすなるほど。 なんか、森安ジャパンにめちゃくちゃ今合いそうな選手になってたりするんで、今の町田でちゃんとこうなんかボールを奪うタイプのセンターフォワードになんていうふうになっていくのも面白そうな気はしますけどね。確かに、確かに。選択がちょっとこれからのね、あの彼の動向をいろいろ変えていくかもしれないなってのすごく思うところでございます。はい。はい。はい。そして今日のラスト11人目でございますが、ここちょっとリアルじゃないか。 本田フーチおーはい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 。えー、まあサガントスの選手で、先ほど出てきた神戸の菊池選手同様、序盤戦で大怪我を負っちゃって、まだねえ、復帰してないよって選手になっております、うんうん、で、ただやっぱり負傷がなければ、そもそもテストスでレギュラー格だったから、まあ町田に呼ぶなんてことはもともとはできなかったかなっていうのはあるんですけど、忘れちゃいけないのがまさん、あのー、町田は黒田監督ですけど、はい、ヘッドコーチはキブミョンヒさんですからね。ああ、なるほど、そっか。 元鳥栖監督であり、本田君たちがユースの時の監督でもあったりするんですよね。なると、あのじゃあその怪我からのまたリハビリってあれも言い方もあれですけど、なあ、本田、ちょっとうちで結果残してみないかってのもありかもしれない。そのつながりもあるわけか。そうですね、うん、しかも、しかも、本田君はパリオリンピック世代、藤尾、はい、を残すことができれば、平川優、うんはい 藤尾翔太、宇野善と藤原雄大ともに、世代別代表候補ユニットとして、そのままのパッケージで大岩さんに渡せるみたいな利点もあったりする、ね。なるほど。だそれでどうだっていうことはできるかもしれない、ね。はははは この辺たりが結構リアルなんじゃないかなと思ってたりします。多少そのね、大岩さんにセットで渡すあたりは先生の飛躍も感じられましたけどもね。まあでもいろんなあり得る可能性といいますかね。これもある、これもあるみたいなね、あるかもしれない。もし全員来てくれるっていうふうになると、あの、こういうメンバーになります。いやいや、飛躍してるなああ、なるほどね。でもそうか、豪華というか、そうか。はい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 。 まあどうなるか分かりませんけれども、ゼレビアン、こういうところを目指していくか、もうね、J1 で勝てるチームっていうところを意識して、えー、これから大型補強をやっていくと思いますの、ね、で、どんな選手が来るか、皆さん楽しみにしてください。いやまあ、大きな話題になってくるんじゃないかということで、またちょっと情報入り次第お願いしますよ。かし、はいね、こまりました。はい、先生、ありがとうございました。ということで、ミロアカマイチやってまして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。あり,まありがとうございました。それではまた。またです。